バカな、たかが人間にここまで。ここは一度飛行だが必ず。忘れるな、貴様を倒すのはこの私だ。また来る気かよ。でも助かったわ。あのまま続けていたらどうなっていたか。妙なモンスターってマルガムって。いえ、モンスターとラルバでは格が違いすぎます。奴のせいで闇に当てられたモンスターが凶暴化したのかもしれません。俺たちを追ってきたのか。早く糸を手に入れてナルムフォル渓谷へ向かおう。トラマグモはあんまり日の当たらないとこに巣を作ってるよ。日陰を探せばいいんだな。私、虫はちょっと。私もちょっと苦手。なんか足とか多いし。あれ。ユージェン。やだな。フリーデリンで副隊長ともあろうものが葉っぱで悲鳴あげちゃうなんて。この俺は。うわ、ちょ、待て、びっくりんだ。あんたのせいでいつも緊張感がないのよ。あんたが喋ると崩壊するのよ、緊張感が。だからうちのタイが旅芸人にでもなればいいとか、本当に旅だったなとか言われるのよ。それは多分俺だけじゃなくてお前にも責任があると。そこに直れ。私が鉄槌を下してやる。いや、ちょっとリンダさん、ああ、悪ふざけが過ぎちゃってごめんね。落ち着いて。は、なぐわ。ごめんで済んだら兵隊はいらないし、暗殺も前線も起きない。本気？真面目に本気？度が過ぎた軽いどつき合いとかじゃなくて、本当に弾は取っちゃうぞってこと？さらばじゃ！逃がすか！あら、あり余ってますね。よろしいのですか？ああ、リンダに任せておけばいい。それより、俺たちはトラマグモを探そう。そうですわね。ムシムシ、昆虫。ミーメルちゃん、クモは昆虫ではありませんわ。そうなの？あ、これかしら。ガリオス、お願い。主の命とあらば。どうしたの？大丈夫ですか？
巣が顔に引っかかった。すまんが誰か取ってくれ。あんなに元気のいいルーティエ、久しぶりに見たの。大将、取ってあげるから、しゃがんでよ。